本代表ダブル杯予選のサウジ戦が過酷すぎてガチで限界のはずも、青。日本時間11日の AM3 時にダブル杯アジア最終予選でサウジアラビアと対戦するサッカー日本代表だが、試合会場となるサウジアラビアの気候が過酷すぎる模様。ウェブサイトで調べると、現地の最高気温は35度となっているものの、日本のスポーツ記者が実際に現地で気温を測ると41度となったという。さらに現地を訪問した記者は、日差しが強く、体感温度はもっと高い海が近いので湿度が高いと語っており、加えてスタジアムは風通しが悪く、当日はサポーターの熱気などからさらに体感温度は上がると予想されている。直近3試合のアウェー開催のサウジアラビア戦では、日本は3戦3敗となっており、ダブル杯予選の中でも最も難しい試合になる可能性がある。そんな中、現地入りしトレーニングに挑んだ日本代表 MF 田中碧は、サウジアラビアに来て、まずは意外と涼しいなと感じました。とコメントを残しているという。気温もそうだけど湿度の方が厳しそう。夜でも気温下がらないとかサウナやん。酷暑に加えてサポーターの熱気とか応援する側ですらきついって、普段欧州でプレーしてる選手にとっては本当に厳しい環境ですね。欧州は気温が高くても湿度が低いことが多いので、体感温度がまるで違う。カタールでアルゼンチンに勝ったように、サウジアラビアのポテンシャルは高いと思います。しかもアウェー、暑さもある中での試合は、日本としてはやりづらいでしょうし、交代枠を使い切るくらいの人の入れ替えもあるでしょう。青が頼もしいコメント残してる。青？ない、それはない、涼しいわけがない。今の日本なら普通に戦えば負けることはないと思うけど、あとは選手が怪我しないことだけだね。運動量落ちる後半までに試合をある程度決めてほしいですね。現地民以外がこのサウナ状態の中試合なんてしたら誰でも運動量落ちますから。日本の36度とか湿度80%超えとかの方がきつそうだし、中東の笛が何より怖い。